サンティリアナデルマルは、スペインカンタブリア州のムニシピオ。14世紀から18世紀までの建築物が残り、古い街並みが保存されている。自治体域内にアルタミラ洞窟がある。街の起源は、サンタフリアナ修道院の周りに中世にできた集落である。この場所のネクロポリスから、中世の人骨が見つかっている。修道院の起源は不明である。言い伝えによると、 9世紀に一人の修道士が生、フリアナの生物をこの地にもたらしたことで、この地に礼拝堂と修道院ができたという。実際に修道院があるために、アストリアスをアルフォンソ一世が再植民を促進した。980年に修道院はすでにあり、この地はアストリアスの領域となりアストリアスデサンティレアナという名の大管区ができた。1175年以降、 貴族の支援を受けて、修道院長と地元議会からなる組織が設置された。修道院は中世カンタブリアで最も重要なものとなった。アルフォンソ8世はサンティラーナにフェローを授け、大管区の首都とした。次第に修道院の権力は衰えたが、町は発展し、マヨール広場周囲で市場が開かれるようになった。1445年、フアン2世が、 町の支配権をサンティラーナ公爵へ授けた。公爵家が耐えるとインファンタド公爵が領主となった。ありがとうございます。